あ、実は私です、はい、ちょっとすみません、私あの保護者の方、実は私です、あの当たった時のためにこの辺いらっしゃってください。そうだ、実は私でございます。保護者の方、はい、まず彼女の保護者は、あ、ない、はい、いらっしゃいますね、はい、いらっしゃいます。あなたの、あ、彼女の保護者は、あ、実は私一人で来たの。すごい、ね、どこから、友達どこ、友達、あ、オーケー、友達、オーケー、すごいね、はい、彼の保護者は、あ、いらっしゃいますね、はい、彼女の保護者の方いらっしゃいますか、あ、いらっしゃいますね、はい、オーケー、オーケー、オーケー、いざという時のためにね、はい、いいですよ、じゃあ4人で、さあ、じゃんけんするぞ、これで決めますよ、はい、そうそう、4人でっていうのはね、この4人で、あの、お兄さんとじゃんけんするからね、ごめんね、はい、イコガリーダー、はい、お父さんもですよ、子供ばっかりかと思ったら、さあ、いきますよ、これで決めますよ、ここいいじゃんけん、最初はグーじゃんけんほい、パーパー勝ちパー勝ち、男の子と男の子お嬢さんとお嬢さん、お嬢さんもパーだった、お嬢さん2人と、はい、じゃあ3人ね、3人残ったぞ、もう1回行くか、じゃあ3人でじゃんけんしますか、3人でじゃんけんする、じゃあ3人で挑戦者3人で、この3人でじゃんけんしてください、はい、リーダーお疲れさん、ありがとう、ありがとうございます、ナイス、ナイス、いい仕事、いい仕事、ありがとうございます、いい仕事だよ、じゃあ次ラッキーフレンズちょっと掛け声してあげて、誰か、この3人でじゃんけんするから、はい、じゃあ来て、ね、この3人でじゃんけんするから、その掛け声をかけてあげて、はい、この3人でじゃんけんしますよ、この3人でね、はい、この3人でじゃんけんしますよ、その掛け声を、ね、かけてください、ね、せーの、最初はグーじゃんけんほい、おお、ほら、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、ごめんね、ね、何かないのかね、おめでとうございます、はい、おめでとうございます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 、どちらからいらっしゃいました、皆さんにお尻向けてますよ、米子からいらっしゃいました、はい、おめでとうございます、これね、パソコン工房というね、あちらありますけど、プレゼントで、パソコンは使ってますけど、あの、これも変わんないといけない、ちょっとよたってたんで買おうかと思って、あ、よかったよかった、ちょうどよかった、ありがとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、本当に嬉しそうで、はい、大切にお持ち帰りください、階段がありますので、はい、あちら、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ね、まるちゃん、トレーニングお知らせします、はい、それではですね、それではですね、この時間をお借りいたしまして、ラジオテレビの新番組のお知らせをさせていただきます。そしてテレビの番組からはまだまだプレゼントがありますので、お聞き逃しなく、まず、はい、丸山アナウンサーです。はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。4月18日夜7時55分からスタートします週刊トリリンク、皆さんこの番組ご存知ですか、いよいよスタートします。会員になってくださった方、まだまだこう余裕がある感じですね、皆さんぜひなってくださいね。こちらパソコンですとか携帯電話からメールを送ると会員になることができます。で、今日ですね、会員になってくださった方、実は抽選にチャレンジしてもらうようになっていまして、こちら抽選箱を用意しています。今日会員になってくださった方、うん、その中から抽選で、これ何曜日なんだっけ、水曜日です、水曜日です、水曜日です、毎週水曜日7時55分です、ね、です、こちらの干しガレーと白ネギ、こちらを一人ずつにプレゼントします。それでは行きますね。この会場にいらっしゃる方のみとさせていただきますからね。琴浦町の、あらあらあら、川上浩二さん、琴浦町の川上浩二さん、琴浦町の川上浩二さん、もしかしたら琴浦のブースの方かもしれませんし、はい、琴浦町の川上浩二さん、いらっしゃいますか、ちょっとみんなでちょっと呼んでみましょう、せーの、川上浩二さん、いらっしゃらないな、残念ですね、川上浩二さん、じゃあ次の方も、残念ながら、いらっしゃる方もさせていただきますからね、はい、こちら松江市の、これ本名書いてないんですよ、ペコちゃん、ちょっと待って、あら、松江市のペコちゃん、だから本名ないと確認できないんじゃないの、筆跡鑑定、松江市ニックネームでも OK なんですって、ペコちゃん、松江市のペコちゃん、いっぱいいたらどうしよう、今日会員になってくださった方、ペコちゃん、ね、ペコちゃん、藤屋できたばっかりですけど、ペコちゃんいらっしゃらないですか、
次いっちゃいますよ。ちなみにこれを当たるのはですね、まずこれが当たるのはいましょうか、はい、ね、ペコちゃんなしね、じゃね。松江市の加藤愛さん。加藤愛さん。加藤愛さん。ああ、おめでとうございます。ありがとう。目の前に。ね。ステージに上がれる。上がれるそこをピョンと。上がれる。ピョンと上がれる。あ、いや軽々と。違うんですか。またいい色だな、あのジャケットっていうのか、あのね、ジャンパーっていうの。今なら選べるんですね、どっちか。ちょっと。お魚か。何年生か。5年生か。今風にどちらも美味しいですよ。5年生お母さんは、あ、そっか、お友達と来たんだ。5年生が選びますよ。どっちかな。喜んでもらえると思う、家族の人に。はい、はい、お魚を選びました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。加藤愛ちゃん、おめでとうございます。おめでとう。頑張ってください。おめでとう。頑張ってください。はい、彼を持ってやりました。あ、降りるのにちょっと大丈夫。すごい、ありがとうございます。じゃあ、白ネギ、はい、はい、白ネギ、あと一人ですよ。あと一人ね。こちら、白ネギ、出雲市のともちゃん。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 じゃあ、みんなで出雲市のともちゃんって呼んでみましょう。せーの、出雲市のともちゃん。出雲市のともちゃん。いないかな。知らないですかね。残念かな。じゃあ続いていきますよ。いいですか、ともちゃん。はい、ともちゃん。続いて松江市の松江市のアイリスさん。アイリスさん。アイリスさん。西津田の方です。アイリスさん。推薦という意味ですかね。西津田のアイリスさん。いらっしゃらないようですよ。じゃあもうどんどんいきますね。アイリスさん。次いきますよ、アイリスさん。ごめんなさい。あ、松江市の大坪アイラちゃん。あ、こういうことあるんだね。うわ、ね、すごい。じゃあ白ネギ、あ、愛ちゃんも5年生だ。白ネギと浜本どっちがいい。白ネギでしょ、それ愛ちゃんも5年生、はい、あらまあ、お友達同士、すごい、はい、はい、ネギ好きですか。はい、はい、まるちゃん好きですか。あ、よかったですね。まるちゃん好きですかって聞いたら首かしげられましたよ。え、白ネギ好きですかじゃなくて、その後にまるちゃん好きですか、もうちょっとついでに。まるちゃんが分かってないんだよ。あ、まるちゃんです。まるちゃんって何だと思う。知らないよね、まるちゃんってね。覚えてね、番組で覚えてもらいましょう、番組で、はい、丸山アナウンサーなんですよ。あなたの目の前にいるのが、大坪愛菜ちゃん。愛菜ちゃん、おめでとう。気をつけてね、気をつけてね。お、軽々と、スタートします新番組週刊トリリンク、4月18日夜7時から、あ、7時55分からスタートします。7時55分ですよ。まるちゃん覚えましたよね。ゆるキャラちゃんたちもたくさん出てくるんでしょ。水曜日るんですよ。トリピーですとか、ね、カニーラなどいろんなゆるキャラが出てきますので、ね、ぜひ番組会員にもなってくださいね。島根県の方にも参考になりますからね、はい、ぜひご覧くださいませ。はい、第1回は4月18日水曜日夜7時55分です。自分の中でも確認しながら言いました。ぜひご覧ください。抽選会の方は以上で終わりですが、この後はですね、ラジオの番組のそれぞれの担当者から皆様にあの番組の PR をさせていただきます。ではみずちゃん、はいはい、ワイドチーム皆さん、今日はありがとうございました。中岡みずえです。また相変わらず水曜日おしゃべり本舗しゃべりますので、皆さん聞いてください。よろしくお願いいたします。なんだよ次は。こんにちは、橋本浩介です。もうすぐ入社3年目になりますが、ラジオで毎週土曜日夜10時30分からティーンラジという番組やっています。10代に向けて、そして昔10代だったメンバーもぜひメッセージやリクエストを待っています。これからですね、自分でも番組したいなとか、こういうこと学校でありましたよっていう話をぜひ皆さんから待っています。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アッテフレンズと一緒にやっています。入社6年目を迎えます。6年にもなるんですね。丸山さとみです。4月18日から週刊トリリンクスタートします。そして土曜日の生卵もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ今日嬉しかったことを言いましょうか。どうぞ言ってください。今日嬉しかった、誰も聞いてないですけど言ってください。エピソードはですね、今日嬉しかったエピソード、60代の男性から、60代男性、うん、すごいですよこの方、もう帰られたんですけども、はい、1億円貯めて5000万円あげるから嫁に来ないかって言われました。やったー、エピソード1、すごい話でしょこれ。じゃあエピソード2お願いします。エピソード2はね、なんと今日、うん、今日はね、ええ、期待高まりますねこれね、どんどんね、ハードルも上がっていきますね、引っ張るね。今日はすごいです。じゃあよろしくお願いします。え、私どうしましょう、エピソード2じゃないですか。終わったの、エピソード2終了ですか。終わったの、ブリーズがとか言うかと思った、ね、ブリーズのお二人かっこよかったですね、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは毎週水曜日夜7時55分から週刊トリリンク、トリリンク、トリリンクね、はい、トリリンクぜひ見てやってください。私メルは火水木の午後ワイドおしゃべり本も変わりませんので、変わりませんず、またお聞きくださいませ。以上でございます。イエイ、メルワさんテレビに映っちゃうで、おーすごい、はい、おしゃべり本舗火水木メルワでございます。皆さん今日はたくさんお越しくださいました。ありがとうございました。ありがとうございました。スマイル金曜日の太田裕樹です。武藤愛美です。なんとスマキン太田武藤コンビ、来週が最終回となっております。5時間45分のスマイルマラソンやってきましたけれどもね、どうぞ皆さん来週の金曜日、はい、太田武藤コンビ最終回ですので引き続き、お願いします、今日ブリーズの宮田さんと同じブーツスタイルだったんですけど、そうなんです、ゆうきょ兄さん、やっぱり無理がありましたよね。そうですか、ブリーズになってませんでした。やっぱりかっこいいわ東京の人はと思いました。会場がフリーズ状態、そっちこんな感じでやりますので来週もよろしくお願いします。お願いします。毎週土曜日の土曜亭ラジオドン担当しております山根真嗣と申します。4月2日からは月曜日の夜8時から生放送もありますのでどうぞお聞きください。マンデーブックマークと言います。土曜日の番組はこの2人でお送りしております。はい、はい、中村京子です。土曜亭ラジオドンを山根真嗣さんと一緒にやっていますので、はいはい、まだまだね続きますよね、春からもね、まだまだもうこれからもですね、すごい展開ですよ。すごい展開、ラジオ野球拳というのを新しいコーナーでやることになります。脱いでいい、ラジオ野球拳をぜひご期待ください。ライブカメラで、はい、朝9時半頃から、はい、じゃあフォローにもあるよという、はい、違いますか。よろしくお願いします。ラジオどうもお願いします。テレポートサインもぜひご覧ください。テレポートサインもよろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。おしゃべり本舗ですけれども、月曜日は、あさってが、最終回になりますね。かずみさんとこの村尾たけし最終回になりますんで、はい、はい、聞いてくださいね。そして私おしゃべり本舗は火曜日と木曜日、そして遠国は日曜日から土曜日の、6時にお引越しです。引き続きよろしくお願いいたします。お世話になりました。ありがとうございました。皆さん今日はどうもありがとうございました。これは熊本アナウンサーのお土産ですね。田中彩です。今日は本当にありがとうございました。現在自由本舗おしゃべり本舗木曜日ベルオさんと担当させていただいているんですが、新年度からは、谷口和美さんに代わりまして月曜日の自由本舗おしゃべり本舗を新しいパートナーを迎えまして、ベルオさんより若いそうねかな、パートナーを迎えまして、新しい月曜日おしゃべり本舗を担当いたします。どうぞよろしくお願いします。そして武藤恵美さんに代わりましてワンモアレシピ、現在土曜日の夕方やっておりますが、時間が変わりまして土曜日の朝ですね、早朝お送りすることになります。どうぞよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。月曜日から木曜日までの朝ワイドを担当します。引き続き月火遺体です。文章堂もありますよね。あ、文章堂はいつものように9時半でやります。はい、忘れてました。今度朝2人で掛け合いしませんか。あ、いいですね。引き続き水曜日木曜日のご近所ワイド、今日もハレリア担当します熊本光義です。今日すれ違いざまに何度ほほいって言われたことか、これからも聞いてやってください。あと、月曜夜9時からのあの頃というのもですね、みんなが持ち寄りのはずなんですが、今最近よく担当しております。日曜夜、あ、夜じゃない、夕方4時台にも再放送しておりますので、どうぞお聞きください。よろしくお願いいたします。疲れた時にはラジオをどうぞ。ありがとうございます。その他の番組 PR の新井です。まずですね、朝早くからみんな